はい、エルカチャンネルの師匠です。おめでたいことがありました。俺がですね、好きなアーティストで、水木奈々さんがいるんですけど、7月7日に結婚の報告があったんですね。で、それでもすごい嬉しくて、わーってなってたんですけど、11月6日にですね、妊娠を発表されました。おめでとうございます。めでたいっす。めでたいですね。エルカチャンネル。いきなりこう、結婚しましたっていうのがあったので、もう、その日1日が嬉しいし、なんかショックだったし、もうこう、いろんな感情がありまして、その日は仕事にならなかったんですね。で、それも落ち着いてきた頃にですよ、11月6日に、妊娠って出たんで、もうショックはなかったですね。もうただ、嬉しい。ナナさんやったねと思って、1日こう、浮かれていました。よかったですね。ナナさんおめでとうございます。エルカチャンネル。今年はコロナのせいで暗いニュースしかやってません。そんな中でですね、ナナさんが明るいニュースを2つも出してくれたっていうことにファンとして嬉しく思います。エルカチャンネル。今年は水木奈々さんがデビューして20周年になるんですけど、だから3つかお祝い事が3つあったんですね。本当はコンサートがあればですね、もっと盛り上がったんですけど、もうしょうがないですね。その分 YouTube の方でライブ映像を流してくれたりとかしてもらってるので、非常に楽しい時間が過ごせてました。エルカチャンネルということで、今回の動画はここまでです。水木奈々さん、おめでとうございます。俺にかかって来い！